皆さんこんにちは。レクミーライブオン YouTube グリーンステージです。この時間は NTT 都市開発様にお越しいただいております。武田さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速バトンの方を渡しさせていただきたいと思います。画面共有の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あ、いけました。バッチリでございます。学生の皆さん、お待たせしました。早速よろしくお願いいたします。はい、すみません、大変お待たせしました。 NTT 都市開発インターンシップ担当の武田と申します。今日はよろしくお願いします。今日我々 NTT 都市開発の一番最初のコンテンツなんですけれども、この今映っている4つのコンテンツでやっていきたいと思います。事業編、戦略編、ワークスタイル編、そして最後にインターンシップの情報もお伝えしたいなと思っております。で、早速私の自己紹介なんですけれども、私、今、入社4年目の武田と言います。入社してからですね、2年間ぐらいは、開発の仕事をやってまして、皆さんこれからご紹介するいわゆる街づくりの最前線をやってきたようなイメージになります。具体的にはですね、東京の神田というところと、あと札幌の街づくりをやってきたので、だいたい5年6年前ぐらいは、皆さんの側にいたんですけれども、あれよあれという間にいろんな街づくりを体験することになって、今採用の仕事をさせていただいております。そういったちょっと実体験も踏まえつつですね、お話できるといいかなと思ってますので、今日はよろしくお願いします。ちょっと時間も押してますので、早速授業編いきたいと思います。皆さん、デベロッパーの仕事ってどういったものだとご想像されますか？もし可能であればコメントの方に入れていただきたいんですけれども、結構最初にイメージされるものとしては、街づくりっていうところだったりとか、皆さん結構あれですね、なかなかよく研究されてるような話が出てきますけれども、ちょっと後々触れていきたいと思いますが、本当に先ほどやりがいだったり喜びみたいなのがありますっていう話がコメントにもありましたけれども、本当にいろんなシーンを作り出すっていうところで我々やりがいだったりを感じているような仕事になります。で、例えばですね、皆さんがご飯食べたりするような商業空間だったりとか、もしくは皆さん今回就活というところで一部来られている方も多いかなと思うんですが、そういった働く空間ですね、そういったところだったり、もしくは今いらっしゃるような住んでる空間、それぞれのあらゆるシーンを作り出していけるというのが我々総合不動産デベロッパーかなというふうに思っております。で、その中で、ただですね、街づくりといっても実はすごくステークホルダーがたくさんいます。その中で我々デベロッパーの役割っていうのをどういうふうに捉えてるかっていうところだけ最初にちょっとご紹介したいなと思います。デベロッパーの役割、実はですね、街づくりってすごくふわっとした言葉なので、いくつかのちょっとフェーズに切り分ける必要があると思ってるんですね。で、我々街づくりをやっていく中でデベロッパーの役割っていうのは、ビジョンを持って街づくりを推進するっていうところだと思っています。で、具体的に3つの役はフェーズに分けています。1つが用地取得、権利調整ですね。で、2つ目が、設計建設で、3つ目が運営、エリマネといったところになります。で、それぞれでデベロッパーどういう役割を果たしているか具体的にちょっと紹介していきたいと思います。まず1つ目ですね、これは、用地取得権利調整って書いてるんですけれども、具体的にはですね、街づくりをやるためのフィールドを確保するというところになります。なので、地域の人たちとですね、話し合って、具体的にどういう街をにしていくかとか、もしくは今ある街の課題って何ですかみたいなところを深掘りしていきます。で、普通に土地を買うっていうケースもデベロッパー多いんですけれども、最近のトレンドとしては自分たち の、土地とか建物も含めた周りも広くですね、確保していって、大きな単位で街づくりを推進していくというのが最近のトレンドになっています。で、街づくりをするためのフィールド、ビジョンが固まってきましたら、設計建設、いわゆるハード面を作っていくというところになります。で、ここではですね、デベロッパー実は工事の機械1個も持っていないので、具体的にはですね、そういったものを持っているゼネコンさんだったりとか、もしくは設計会社さん、いろんな人たちをですね、巻き込んで1つのチームを作っていてですね、そのチームをマネジメントしていく中で、じゃあどこにこの機能を置きましょうとか、どの建物をここに配置しましょうとか、ここに広場を作りましょうみたいなところを一個一個決めていくという作業になります。で、それに沿って建物が出来上がってきましたら、次はですね、ソフト面をも充実させていくというところになります。実際に入っていただくテナントさんだったりとか、もしくは住んでいただく町の人たち、こういった人たちと関係性を作っていって、いわゆるシビックプライドって僕らはよく言うんですけど、町に誇りを持って働けるかとか住めるかとか、そういったところを作っていくというところが大事になってきます。ちょっと自分で言ってて若干気持ち悪いんですけれども、いろんな個性的なですね、ステークホルダーを巻き込みながら行っていく映画監督みたいな仕事かなというふうに思っております。
じゃあその中で、まあ、いわゆる総合不動産デベロッパー何社かある中の NTT 都市開発って具体的にどういう会社なんでしょうかというところをご紹介したいなと思います。我々コーポレートスローガンとして誠実に革新的にというところを掲げてまして、これが実はですねめちゃくちゃうちの会社のことをよく表していると思ってます。でまず一つ目がですね、誠実にっていうところです。これは街に向き合って地域と対話する姿勢のことを表しているかなと思っていまして、ここはですね、正直どのデベロッパーにも負けたくないし負けてないと思ってるポイントであります。我々街づくりするときって同じものをポコ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 作っていくって開発は実はあまりしないんですね。どちらかというとその街ならではのものを作っていくっていうのをすごく大事にしています。例えば、商業施設一つとっても同じ名前のものは実は一つも作らないんですね。一つ一つの街に合わせてコンセプトをメイキングしていって、街の施設名称だったりとか、まあ、そういったところに落とし込んでいくということをやっています。であとはですね、まあ、グローバルだったりとか地域への展開というところもこの姿勢というのは変わりません。我々東京だけじゃなくて本当にいろんな日本全国の街でプラスアルファグローバルもかなり力を入れているデベロッパーのうちの一つです。デベロッパー結構国内産業というふうに呼ばれているんですけれども、当社のようなグローバルにも展開しているデベロッパーがあるんだよということを知っていただけると嬉しいなと思います。あともう一つは革新的にというところです。我々ぶっちゃけですね、デベロッパーの中そこまで歴史が長くないです。だからこそこう短期間で成長するためにですね、33年目というところもあって新しいものをこうどんどん取り入れていくような開発を大事にしています。まあ、今回もちょっといくつか持ってきたんですけれども、まあ、デザインだったりとか ICT だったりとか、まあ、そういったこれまで街づくりと一見関係なかったようなものもどんどん街づくりに取り込んでいって不動産開発だけにとどまらない新しいものを作っていこうというマインドが結構社内に溢れているような気がしています。まあ、デベロッパーの場合ですね、具体的に事業を見ていただいた方が早いので、早速お見せしていきたいと思います。まあ、よくオフィス商業住宅ホテルリゾートみたいな区分けがあるんですけれども、結構この辺最近はですね有機的に結びついてきているというのが実態かなと思ってます。いわゆる複合開発と呼ばれるものなんですけれども、まあ、生活のあらゆるシーンを作り出すデベロッパーだからこそ、まあ、こういった、複合的にですね人の生活をサポートするようないろんな機能をこう担っていけるというところがあります。でグローバルにおいてもですね、まあ、結構地域に合わせた街づくりを展開しています。当社はですね、アジア、オセアニア、あとは、アメリカ、イギリスでですね、他のデベロッパーよりも比較的早めに入ってですね、各地に合わせたグローバル展開をしてきています。まあ、それぞれ、もし興味ある方ぜひ聞いていただければと思っております。はい。で、あともう一つはですね、街づくりへの思いっていうところです。ここ結構デベロッパーによって、違います。結構皆さんいろんなデベロッパー見ていかれるのかなとも思うんですが、それぞれでこう比較をしていただけると面白いかなと思います。例えば、全国の地域が主役っていうのを我々一つ挙げてるんですけれども、まあ、特定のエリアだけに限定するのではなくて、まあ、地域の社会課題があるところだったりとか、ニーズがあるところ、そういったところにですね、積極的にこう地域の人たちと一緒に街づくりを推進していくと。あくまで我々だけが主役なんじゃなくて、地域の人がそれぞれ主役なんですよというところを大事にやってます。あともう一つは不動産 ×ICT の可能性を追求というところです。不動産業界まだまだこう ICT 化が進んでないというふうに言われています。我々 NTT グループっていうバックグラウンドもありますので、そういったところでですね、この領域のトップランナーになっていけてるんじゃないかなというのは個人的に感じているところです。あともう一つは地域の個性を生かすというところです。まあ皆さんそれぞれ地元とか、まあ、思い入れのある街あるんじゃないかなと思います。それぞれの街でやっぱりいいところだったりとか、今後のポテンシャルみたいなところをしっかりこう引き出して、残すものは残して、新しいものを掛け合わせていくという開発を当社大事にしているので、実際にちょっとプロジェクトを見ていただく中で、そのあたりぜひ感じてほしいなと思ってます。はい、早速なんですけれども、まず、プロジェクトをいくつか紹介していきます。一つ目が、大手町プレイスというものです。大手町、いわゆる東京のですね、日本一の金融街と言われるようなところなんですけれども、そのエリアの中での最大級の街づくりというのを、一昨年ですかね、手掛けました。まあ、この、まあ、大手町の一つの課題っていうのはですね、人が働きにしか来ないっていうところがあって、我々結構その点を意識した開発をやってます。例えば、すごくこうくつろげるようなソファースペースがあったりとか、あとは、仕事が終わった後にですね、イベントを楽しんで帰ってもらえるような。で、もしくはその後にですね、まあ、ご飯を食べて帰っていただけるような、こう、一連の流れっていうのをこう想像したようなエリア全体での課題解決っていうのをやっています。で、まあ、実は私がやってた神田西口の再開発っていうのは、この橋を向かった向こう側のエリアなんですけれども、
今我々の本社は秋葉原にありましてですね、まあ、こういった大手町から神田秋葉原っていうエリア的なつながりを今後も強が面的にですね広げていこうという戦略を取っています。あともう一つは、東桜一丁目プロジェクトというものです。我々よく次世代型オフィスっていうんですけれども、これまでまあ地方での街づくりって、いわゆる確率的なものが多かったんですが、我々こういったところにですね、これ名古屋のプロジェクトなんですけれども、次世代型の最新の、機能だったりとか ICT サービスっていうのをどんどん入れていって、逆にこう名古屋から新しい働き方を発信できないかっていうところに取り組んだりもしています。あともう一つは、Wiz 原宿です。こちらはですね、原宿駅降りてすぐのところに出来上がる、新しい、ランドマーク的な商業施設になっています。上は賃貸レジデンスなんですけれども、今もう出来上がって、あとはコロナが明けるのを待つだけっていう状態なんですけれども、出来上がったらですね、ぜひ行っていただきたいなと思っております。であともう一つはこれ京都のプロジェクトです。これかなり特徴的なので皆さんお分かりがありますかね。レンガ造りの建物があるんですが、このレンガ造りの建物実は歴史的な建造物で文化財にも指定されてまして、これを残したままですね、時代の用途に合わせてこう開発、リニューアルを繰り返していくという街づくりを展開してきました。大正時代は当然電話局として使ってたんですけれども、2000年代はですね、商業施設として使ってました。で今度、今年ですね、新しいエースホテルさんというところを誘致しまして、ホテルとあと地下に映画館が入ります。映画館を併設した複合開発という形になっていくんじゃないかなと思っています。あともう一つは、つなぐタウンプロジェクトです。よくデベロッパーが、ネットとかで叩かれるときにですね、マンションをポコポコ作りすぎだという話がよく出てくるんですけれども、我々マンションっていうのは、一つ、そういった普通のマンションを大量に供給するっていう時代も終わるんじゃないかなというふうに思っていまして、社会課題の解決に寄与できるような新しいマンションをどんどん作っていきたいなということを考えています。つなぐタウンプロジェクトっていうのは、その少子高齢化っていうところを捉まえたような、プロジェクトになっていて、近くで親を見守れたりとか、自分が高齢化した時に移り住みができるようなシステムも含めてですね、ソフト面も含めて作られたプロジェクトになっています。あともう一つは、リフォーク。これは当社でやってるシェアオフィスのブランドです。皆さんシェアオフィスってご存知ですかね。これまで一つの企業が、一つの空間を占有するというのが当たり前になってたんですけども、特にこのコロナの影響とかにおいてですね、働くと住むの影響、境目って結構薄まってきてると思うんですよね。そういったところで、これライフとワークの造語なんですけれども、こういったところでですね、かなり、働きながら生活する、もしくは第三の居場所みたいなところを作っていければなと思っています。結構地域に合わせていろんなカラーがありますので、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。で最後はエリアマネジメントです。このあたりはですね、イベントを仕掛けていくというところだったりとか、エリア全体のブランディングをやっていくというところが、結構最近はデベロッパーの仕事にもなりつつあってですね、特に当社の場合だと品川等でですね、かなり精力的に展開をしています。ソフト面でですね、街づくりもやっていきたいなっていう人は、こういったところかなり、ハマるんじゃないかなと思います。はい、ちょっと時間もないのでですね、戦略編ささっとやっていきたいと思います。我々、今見ていただいたようにですね、都市間競争だったりとか、少子高齢化のような、社会的課題を街づくりにとこうよって解決していって、そこをこう、ビジネスチャンスにつなげていくというところを大事にしています。具体的にはですね、ICT の活用だったりとか、新しい街づくり、推進体制、あと成長戦略といったところにこう落とし込んでですね、戦略を展開しています。一つはですね、次世代オフィス推進ということをやっています。オフィス空間での新しいサービスとか働き方をですね、自分たちのオフィスをこう実験台にしてですね、結構いろいろ導入しています。例えばこう多拠点を結ぶような、リモートの、巨大モニターをですね、会社の中に入れてまして、これエリア、モニターの向こうが関西支店になってます。結構幅広い拠点で街づくりをする上で、こういったところですね、出張費用を削減したりとか、あとは右下のところですね、これはですね、オフィスのレイアウトによって、センサーを取り付けてまして、どういうふうなレイアウトにすれば、こう、イノベーションが活発になったかとか、コミュニケーションが活発になったかみたいなデータを取ってます。これをこう新しい開発に活かしていくみたいなところをどんどんやってます。特にですね、このポストコロナ、アフターコロナとかよく言われますけれども、そういったところの検討もですね、結構当社の中ですでに検討してたところが多くてですね、それがこううまくはまって、社員の働き方もスムーズになってるというところがあります。あともう一つはデザインです。デザインというと、こう、デベロッパーがデザインというと結構建築的な話なのかなって、こう、身構えられることも多いんですけれども、我々デザインはですね、いわゆるユーザーエクスペリエンス、非常に幅広く皆さんが普段の生活の中で感じる要素だったり、感情のことを言ってるのかなと思ってます。
実際にいろんなこう街づくりに紐づくか紐づくかまだ分からないようなところにですね、フィールドワークに行って、これ将来的に長期的に見た時に街づくりに生かしていこうという営みをやってます。気になる方はぜひ NTT UD ノートで検索をお願いします。はい、であとですね、新しい街づくり推進 体制というところになります。我々もあの不動産開発、いわゆる床を作ってそこを貸すというビジネスモデルだけじゃなくて、もっと有機的にですね ICT だったりとかこうエネルギーみたいな新しい要素を取り入れられる街づくりを推進できる体制っていうのを昨年に、他のデベロッパーに先駆けてですね構築をしました。具体的には NTT アーバンソリューションズという会社を設立しまして、その中に NTT 都市開発と NTT ファシリティーズが入ると。で、NTT アーバンソリューションズの方でですね、各エリアからこうグループ会社等を通じてですね、いろんな街づくりの情報をこう集めてくるんですね。で、プラスアルファで 5G とかビッグデータみたいな情報もこのアーバンソリューションズに集約して、それをこう我々 NTT 都市開発が開発していくというスキームを作っています。で、実はですね、このアーバンソリューションズ新卒採用してなくてですね、中で働いてる人は NTT 都市開発の社員なので、NTT 都市開発の社員になればですね、ちょっと考えることが他のデベロッパーより多いというところはありますけれども、その分すごくやりがいは大きいです。はい、ちょっと時間もないのでワークスタイル編ささっといきますね。私も今、いるんですけれども、オフィスかなりですね、気分に合わせて働く場所が選べるようになってます。こもりたいときはこもって、ディスカッションしたいときはすると。あとはですね、目に見えないサポート制度なんですけれども、まあ我々の会社の中で企業保育事業とかをやってたりとか、あとはどのデベロッパーよりもですね、自己成長っていうところに対する投資が、積極的です。資格取得奨励制度だったりとか、もしくはこういった時にテレワーク、フレックスタイム、そういったところは当然加味されています。あと、特徴的なのはですね、一つの部署に閉じずに、いろんな部署を横断して、こう、ワーキングが形成されているというところもあります。ちょっと後で聞いたければ、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。あと、最後にサマーインターンの情報ですね。我々、サマーインターンシップ、今年で、3年目とかになるんですけれども、かなり多様なコースがあります。特徴としてはもう一言に尽きるかなと思っていて、実際のものを全部使ってますというところです。やっていただくところも、実際のオフィス空間でやっていただく予定をしてますし、実際のやってるプロジェクトを皆さんに入っていただいて、こう、グループワークでですね、取り組んでもらうということを考えています。ちょっとまだコロナの影響でですね、ちょっと変更になる可能性もあるんですけれども、遠方から来られる方にはですね、毎年宿泊費、交通費全額支給させていただいてますので、ぜひご参加いただけるとありがたいなと思っています。エントリーフローはこちらになっていますので、ぜひ見ていただいて、エントリーの期日にですね、間に合うようにやっていただければと思います。こちらの QR コードから、参加のためのですね、マイページの情報をアクセスできますので、ぜひご登録よろしくお願いします。で、繰り返しになるんですけれども、コロナの影響によって変更になった場合はですね、すべてマイページ宛てにですね、情報を発信します。登録しておいて損はないかなと思いますので、ぜひアクセスしてください。以上です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。以上、企業説明コーナーでございました。